吉本の1年目で、はいはい、やっております竹田真希と言います。で、個人名紹介させていただきますと、あの僕ちょっと滝川第二高校っていうところで作家してまして、プロをガリガリ目指してたんですけどね、こんな感じでやってます。いや、だから悪い例みたいに言うのはいいことですよ。素晴らしいです。皆さんちょっとね、サッカー仲間ということで、大和君とね、吉田大和選手ね、もうあのバーターです。バーターじゃないですよ、呼んでいただいたんですよ。松下と申しまして、はい、彼がですね、僕は元接骨院で院長やってまして。そうなんですよ、そうなんですよ。元接骨院長の淳と申します。よろしくお願いします。淳っていう感じはですね、うるおうっていう感じなんですね。そうなんですよ、三髄のね、門構え、うるおうという。わかります。今日の雨こいつのせいなんじゃない。違うよ、違う違う違う、皆さんビチャビチャになった、そういう意味じゃないよ俺。違う、俺淳って、いや全国の淳に謝ってくれそうじゃなかった。違いますよ、僕はね、やっぱりその大和くんのつながりもありまして、はい、昨シーズンね、ちょっと見に来させていただいたんですけれども、はいはい、やっぱりね、杉塚監督が就任してからもこう大躍進で、ね、もう感動して、感動して、なんかもうなんか目からわけのわからん水がいっぱい出てる。涙っていうのね、そんなおしゃれな比喩使わなくていいからね。どうしようかなと思ってね。でやっぱりね、その大躍進を見てて思ったんですけれども、僕やっぱ考えたことがありまして、なんだい？やっぱりその杉塚監督のね、ついてからどん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 躍進していくジェフ千葉をね、こう見ていて。やっぱりちょっと今日言いたいことがありまして。言いたいことあるの？やっぱり一人一人、まあ、それ長いんですけど、言っちゃうと、大和くんに、ね、誰だと喋ってますよ、ね、僕ちょっと言いたいことがありました。やっぱりね、彼ね、ちょっと小さいからフィジカルでちょっと負けちゃう、あー、なるほどね、あるかもしれない、フィジカルでね、でも、きっと彼にも勝てる術があると。あ、あるんですか？あります、あります。これね、当たる瞬間に基本ですよ、腰を落として相手の顔をよく見て、顔を見て、なんで俺ばっか当たってくんだよ。いや、ガキか、おい、お前ガキの遊びじゃねえだろ、お前。10人いるだろ。いや、俺だけひいきされてとかじゃねえんだ別に。じゃあ大和選手だからっていうわけじゃないからね、しっかり競ってほしいんですよ。でね、何、もう一個、ゴールキーパーに見てて思ったんですけど、やっぱり攻め込まれる時間帯ってあると思うんですよね。攻め込まれる時間帯な、ゴールキーパーと相手のフォワードの1対1なんか、もうね、キリ一発だよね。絶対防げるね、方法があるんです。あ、これも方法あるの？攻めてきますよね、うん、もうもちろんキーパーの基本ですよ、うん、腰を落として相手の目をよく見て、なんでこっちのゴールばっか狙うんだよ。お前もかよ、おい、待て、おい、こっちのゴールね、向こうもゴールあんだろ。いや、自分の陣地だから。いや、オンゴールになるからね。そしたら関西あたりのノリのいいチマは、お前やな、言うて行く可能性がある。いや、ない、関西のチームなめんな、おい、なめんな。いや、でもね、やっぱサッカー強くなったって言ったじゃないですか、彼がね、やっぱり監督のね、激励があったと思うんですよ。そうなんですよね、やっぱりね、一番、ね、そうそう、例えばね、大和、お前は前線でしっかり動き回れ、今日もいっぱいパスコースを作ってな、攻撃をもっともっと盛り上げてくれ。こういうのいいね、森本、お前はもっと前を向いて、もうね、シュートだ、ゴール見えた、シュートだ、大輔、しっかり走れ、お前の運動量には誰もかなわない。カツが入るな、続きまして監督のお話です。お前誰だよ、誰がダラダラ喋ってたの、おい、ヤマト、ヤマト君、自分に対して言ってたの、鏡見て、やかましか、おい、なあ、監督がね、今日はアウェーだけど、おいの、サポーターがみんな来てくれてる、あ、いいね、しっかり気持ちを一心になって、絶対に勝つぞ。あ、こういうの言ってくれるとね、カツ入るんですよね、やっぱりね。キックオフは明日の3時半だ、おやすみ。いや、前日かよ、まず俺寝んな、おい、休みが欲しい、休みが欲しいとか言わない、絶対監督言わないから。いや、お前前日でしょ、お前それさ、試合直前とかのテンションで言うやつでしょ、それ。そう、いや、絶対前日は疲れちゃうから、選手全員寝ちゃいますよね、そんなんで。大岩選手なんかも聞いてる時もこんなんなってます。いや、ほら、眠たそうに、ほらね。やべ、キム選手も、もう言わんこっちゃない。矢沢選手だけ遠か、なんで矢沢選手、何がひらめいたのか分かんないですけど、いいこと言ってんな、いいこと言ってんな、じゃないよ、ほとんどな、監督じゃねえやつが喋ったからな、お前。大和に対して言うの、大和に対してね。でもね、やっぱりこうやって一心になってね、今年も頑張ってほしいんですけど、やっぱりね、院長だけにね、そう、怪我がね、怪我だけはしてほしくないですよね。だからもしファールなんかあったら、もうそのトレーナーとかもみんな一体になってすぐに出てきて、そう、すぐね、スタッフもお願いしますよ。ファールがありました、痛いって、うわーで、ゴロゴロってなります。そしたらもうすぐ、まあでもジェフの選手は
オフの日ゴロゴロした人たち噛めへんか。ほな待ておい、そのゴロゴロとこのゴロゴロ違うんだおい。違う、しっかり対応してほしいって話なんですよ。ゴロゴロでしょ、うん、ゴロゴロ転びました。転んだわ。転びました。バイタルエリアで転んでバタンキュー BKB ヒーヤー。待ってちょっと待って、お前兄さんのネタ借りて滑るってまあまあやで。まあまあですよ。後で LINE 送って、うん、いやもうよさそう。どうもありがとうございました。